2006年2月のデモ行進カタルーニャ5県の統合を訴える落書きカタルーニャナショナリズム、またはナショナリスマカタラアートはカタルーニャにさらに高度な自治を求める、またはカタルーニャが完全に独立国家となることを目指す政治運動、地域ナショナリズムの名称、カタルーニャの歴史、カタルーニャ語、カタルーニャ独自の民法といった歴史的権利に根ざしている。 現在のポリシーは1830年代に盛んとなった文化運動、カタラニスモとして生まれたものが1890年代に明確になったカタルーニャの政治運動と結びついて20世紀初頭に関連的に形作られた。政治家、バレンティアル未来と知識階級たちはこの過程に参加し、カタルーニャ後の承認を得るのと同様に自治を復活させるという 新たな政治イデオロギーを揃えた。これらの要求は、カタルーニャ憲法の復活を説いた1892年のマンデザ草案に要約されている。現在、左翼、中道、右翼の政党及び市民を包括するものとなっている。ジョーン・フスターによると、カタロニア人は、スペイン語が存在するため、そして、カタロニア人は、権利カタロニア人の撤去後何世紀にもわたって、 構造化されています。この権利の喪失は18世紀に次第に発生します。最初はピレネー条約で影響を受けた地域で1700年にカタロニアが禁止された北カタロニアで、後にフィリップ5世によって承認された新植物例の適用により、広告で1716年のカスティーリャ、カタロニア語、文化、制度に対する弾圧は、 プリモデリベラとフランシスコ・フランコの独裁政権で19世紀から20世紀の大半にわたって続きました。歴史的には、カタロニア主義は何世紀にもわたるディグロシアの後に、1859年にフローラルゲームの復元などのイニシアチブで、カタルーニアの言語と文化の社会的名声を回復しようとするルネサンス期の文化運動として最初に構築されます。その後、 カタロニアは政治運動としても構成されています。このイベントは1892年に行われ、古いカタロニア憲法の回復を提唱した、いわゆるマンレサ基地がカタロニア議会によって承認され、1714年までカタロニアの高度な主権が認められました。現在、カタロニアを宣言する政党、または個人はカタロニア、または カタロニア諸国は国家であり、その結果、高度の自治に値すると考えています。しかし、カタロニアが歴史的権利を行使しなければならないフレームワークに関して選択肢は異なります。従って、ある当事者は自己決定を通じて、カタロニア人の主権に到達することを選択しますが、他の当事者は現在の自治的枠組み内での自治の拡大を好むか、 新しい連邦的枠組みの創設を選択します。主として現在カタルーニャ民主集中が率いる。この政党はカタルーニャは国であり、さらなる自治の拡大を獲得すべきと論じる。そしてカタルーニャ人自身がカタルーニャが諸民族が統合した単一国家、あるいは連邦制国家としてのスペインに残留すべきか独立すべきかを決める。 民族自決権を有するということを認めるべきであるとする。カタルーニャ共和主義最悪が掲げる。CDC の一部も支持しているが、カタルーニャ独立の構想を守り、独立に向けてのステップとして、カタルーニャの自己決定権を獲得しようとする。この動きは、さらに少数派となっている。独立運動以上に、国としてのカタルーニャは、自治州だけにとどまらず、 カタルーニャ語やカタルーニャ文化を共有するバレンシア州、バレアレス諸島、アラゴン州の東部にある、フランハ地方、北カタルーニャとも呼ばれる、フランスのルシオン、サルゲーニャ等のアルゲーロ、アンドラ公国からなるのが、カタルーニャ国であるという思想が優勢である。これらの地域は一方で、カタルーニャ語圏の名が付けられ、この流れの究極の狙いは、国連合を作ることである。 カタルーニャナショナリズムと独立運動は、カタルーニャ文化は、スペインの文化とは異なると主張する。1714年に、スペインブルボン家が武力で、カタルーニャを占領してから、以後抑圧され続けてきた国であると主張する。フェリペ5世が布告した、新国家基本法によって、スペイン継承戦争後直ちに、カタルーニャの法制度は廃止され、公的な場所でのカタルーニャ語使用が禁止された。 文化的立場から、カタルーニャのナショナリストは、カタルーニャにおいて、あらゆる社会的な場面で、カタルーニャ人は、カスティーリャ語よりも優先して、民族独自の言葉、カタルーニャ語を使おうと奨励する。加えて、和者の多さや文化的、伝統的立場から、スペイン政府施設、またはヨーロッパ各国の施設で、カタルーニャ語を話す権利を守ろうとする。 カタルーニャナショナリストとカタルーニャ分離主義者は、カタルーニャは財政赤字を埋めようとするスペイン国家によって経済的損害を被っていると主張する。また納めた税金よりも受けるべき恩恵が少ないとする。これらの理由から伝統的にカタルーニャは、司法、行政、立法、文化、経済の核、立場から現在よりもさらに高度な自治を要求している。 象徴的な立場からは、カタルーニャは、スペイン選手団の構成に加わらず、カタルーニャ独自の選手団を持つべきと論ずる。スペイン選手団とは明らかに区別して、非国家であるスコットランド、ウェールズ、マカオのように、国際的なスポーツイベントに公式に参加すべきという。カタルーニャナショナリズムとカタラニスもを区別しなければ、ならないのは、カタルーニャの象徴や伝統を称賛しながら、 カタルーニャ語という文化を守ることと、さらに大きな自治の獲得を解くことは、ナショナリズムのパラメーターの下ではその、政治的アプローチが明確でないところである。しかし多くの調査によれば、カタルーニャ人の大部分が、カタルーニャが国であると信じており、政治行動を行う機関ではないとし、スペイン国内でのカタルーニャ国の完全統合を解く。 カタルーニャ独立運動という選択を排除しているので、ある。カタルーニャ独立運動では、カタルーニャ社会主義者と及びカタルーニャ緑のイニシアティブといった政党は、ナショナリストと見なされないが、カタルーニャ人として、正式にカタルーニャは国であるという理念を守っており、現在の自治州の枠組み、または連邦国家の定則において、スペインの一員であろうとする。 カタルーニャ君四国を参照、ジャナラリターでカタルーニャを参照カタルーニャナショナリズムは、カタラニスモの変異として、20世紀初頭に政治運動として形成された。文化としてのナショナリズムの誕生は1830年代で、1890年代には政治的ナショナリズムと分離した。1830年代、ロマン主義の高まりから、ラナシエンサと呼ばれる運動が生まれた。 ラナシエンサとは知識的そして文化的な盛り上がりであり、初期には政治的要求は求めず、カタルーニャ語の復活と認証を求めていた。ラナシエンサの源は、一つはバレンティン・アルミライが始めた連邦民主共和党、そしてもう一つはジュゼップ・トーラスが率いたカルリスタ運動であった。彼らの要求は1892年のマンデザ草案に盛り込まれた。 カタルーニャ・ナショナリズムが政治的重要性を持って始まったのは1901年の選挙で地方政党、民族主義政党、保守政党が勝利した時からである。1906年、軍はカタルーニャ語に共感する新聞の起草に言いがかりをつけ、ナショナリスト全員の怒りをかき立てた。それを政治的構造に盛り込んだのが政党のソリダリタカタルーニャである。 結果として、運動を構成する2要素、文化と政治が結びついた。1907年の選挙の結果、カタルーニャ議会44議席のうち41、バルセロナの悲劇の1週間後、ソリダリタンは解体された。1913年、保守的なエドワルド・ダート政権は、カタルーニャ連邦制を作り採択した。これは、地方政党が率いる4つの県議会を含んだ。 自治政府の一種であった。1918年以降カタルーニャにおける第一党はスペイン議会で多くの議席を獲得することはなかった。その保守的な姿勢は復古主義的な政権とつながりを持ち、1923年に成立したプリモデリベーラ政権に反対もしなかった。しかし、スペインナショナリズムと相反するすべてのナショナリズムにつながりかねない。 政策であった連邦制が国会から取り下げられた。一方で CNT に代表されるプロレタリアートの大多数はアナーキスムを支持していた。プリモデリベラ独裁政権の直前、フランセスク・マシアーの主導で初の親カタルーニャ独立政党、アスタカタラーが誕生した。独裁政権後、アスタカタラーは左派政党に加わり、カタルーニャ共和主義最悪となった。 この政党は、スペイン第二共和世紀に、カタルーニャの名詞的存在となった。この時代、そして一方的なカタルーニャ共和国の宣言後、カタルーニャのナショナリズムは1932年、カタルーニャ自治憲章を勝ち取った。スペイン内戦で、フランコが勝利すると、地域ナショナリズムは、スペイン国家への反逆であるとみなす、抑圧の時代が始まった。 カタルーニャナショナリストたちは地下へ潜伏するか、国外へ亡命した。1939年、フランスへ逃れた123代ジャナラリター主犯、デュイス・クンパニースらによって、パリでカタルーニャ国民会議が組織された。クンパニースの軽死後は、ジュゼップ・イルラがジャナラリターを率いた。自由のない時代であったにもかかわらず、1951年、1956年、 1971年、1974年と、複数回の労働者デモが組織され、会を重ねるごとに規模が大きくなった。1958年に非合法に結成された、カトリック系労働組合カタルーニャキリスト教労働者連帯は、1961年にカタルーニャ労働者連帯に名称を変え、急進派と中間派を抱えた。ハンフランコを唱える団体としては、 アセンブレアでカタルーニャがあった。彼らは自由、恩赦、1932年の自治法復活、民主勢力の統合を求め、左右両派から広く参加者があった。フランコが没した1975年以後、民政移管が進められた。1977年、ジュゼップ・タラデー・リアス・ヒキール・ジャナラリターが、長い亡命期間を終えて、カタルーニャへ戻った。 1978年スペイン憲法では、スペインは多くの国と地域からなる国家であると認識された。1980年8月11日、カタルーニャは自治州となった。同年の自治州選挙で、ジョルディップジョル率いる保守、民族主義政党集中と統一が第一党となり、この状態は2003年まで続いた。非公式に行われた。 カタルーニャ独立の是非を問う、住民投票を呼びかける看板。2010年3月2003年11月、集中と統一は選挙で敗退した。実習議会は3党連立となり、パスクアル・マラガイが、ジャナラリター主犯となった。議員数では、茶が最大であるが、カタルーニャ社会主義者党、アーク、PP、アイクフがこれに続いた。二千六年カタルーニャ実習選挙では、 主要政党がカタルーニャナショナリズム政党で占められた。カタルーニャ民主集中、カタルーニャ民主連合、カタルーニャ共和主義最悪の3党で、得票率は45.88%であった。これらの政党の中では意見が分散している。より求心的な人々は分離したカタルーニャ国家樹立に満足しているだけである。対照的により穏健な人々は、 カタルーニャのアイデンティティの保護は、スペイン国内で相入れられないと確信しており、必ずしも同じというわけではない。また他の人々は抗議の意味でこれらの政党に投票しており、全体的な政党綱領と必ずしも一体感は持っていない。2006年、より自治州政府の権限が拡大された、カタルーニャ自治憲章改正の住民投票が行われた。 約73.24%の賛成投票を受け2006年8月に施行された。しかし48.84%の投票率はカタルーニャの民主主義政治の歴史の中で最も高い危険が行われたことを意味した。これは一般大衆が解き放たれている証、またはカタルーニャのアイデンティティ政策との争いの両方が引き合いに出された。しかし実地では 不十分であるとして、カタルーニャでは、独立を求める声が一定数ある。特に、ソブリン危機に橋を発する経済危機の状況下で、経済政策において、2012年11月25日のカタルーニャ衆議会選挙では、独立を主張する4つの政党が、合計87議席と、全体の約3分の2を獲得している。9月11日は、 スペイン継承戦争の最後の戦いであるバルセロナ包囲戦でカタルーニャがスペインフランス連合軍に敗北した日でありカタルーニャの日という記念日となっているこの日には独立を求めるカタルーニャ市民が100万人単位で集まり人間の鎖を作って政府に独立を求めているカタルーニャでは2014年に独立に関する住民投票を予定しているしかし 中央政府のラホーイ首相はこの住民投票を阻止する構えを崩していない。一方、独立反対を唱えるカタルーニャ住民も少なくなく、2013年10月12日には、独立反対を唱える数万人規模のデモが行われた。デモの参加者は、主催者、発表16万人、バルセロナ当局は3万人としている。2014年11月9日に実施された、 カタルーニャ州独立を問う住民投票ではカタルーニャ州は国家であるべきであり独立を望む声が80.76%に達した2015年9月27日に投開票されたカタルーニャ自治州議会選挙ではカタルーニャ州独立賛成派が135議席中過半数の72議席を獲得し2015年11月9日カタルーニャ議会は カタルーニャ独立手続き開始宣言を採択した。2017年10月1日には、中央政府による阻止を振り切って、再び独立を問う住民投票を実施し、反対派が拒険したこともあって、投票率は4割にとどまったが、賛成は9割以上に達し、10月10日には、カルラス・プッチダモン州首相らが、独立宣言に署名し、直後に凍結。プッチダモンは、 独立宣言は行われていないと見解を示したが、撤回しなかったため、中央政府は10月21日に、カタルーニャ州自治政府の権限を一時停止することを決定した。その後も、両者の溝は埋まらず、独立宣言は10月27日に、衆議会にて賛成多数で承認された。ありがとうございます。